西武鉄道の音収集計画。西武鉄道を感性で捉える上で重要な要素である音、どのような音で形作られているのでしょうか。サビーチャンネルでは西武の音収集計画と称し、西武鉄道から発せられる音を収集しています。第32弾です。車内放送石神井公園です。32件収集です。西武鉄道の音収集計画。